一から見直したけど分かりませんでしたけど。あれ？これ、また同じことの繰り返しか？あ、違うわ。占い師もしくは魔導士の人はカミングアウトかも。はい、じゃあ俺宣言するよ。俺占い師だよ。やった、ユウシ君が占い師、これで勝っつる。ユウシ君とヒヨちゃんのダブル占い師で？え？ダブル占い師とかある？狼をやっつけちゃおうね。ちょっとちょっと。占い師のカードは1枚までじゃないの？ルールを分かっていないのか、お前は。いや、分かっているからこそやっているのか。でもそれだとユウシ君が嘘をついていることになっちゃう。ユウシ君を疑うくらいならヒヨちゃんは世界を疑います。ひとまず自称占い師は2人。なお、俺は村人だ。はぁ、あ。今回は、じゃあ、何もわからんな。占いに村人に。はい。占い師さんは間違いなく怪しい。占い師さんって誰だっけ？ああ、日和ちゃんか。狼じゃなくて狂人かもしれないし、まだ占うのは早いかな。いや、もう占った方がいいって。私目線だと、宣言の順番的に、ユシ君が狂人で、天国道さんが、狼？ん？なんで？普通、占いって真っ先に出るもんじゃないの。狂人なんだ。天国道さんが狼。まあ、狼は、占いか、村人のどっちかを使用しがちっていう感じだもんね。でも、あなたも怪しいよ。それだと。もしくは、狂人がいなくて、ヒヨちゃんが狼。狂人がいなくて、ヒヨちゃんが狼？そんな気がするんだよね。二人とも俺と天笠より先に占い師を宣言しているが、はい。日和がやけに占い師宣言を誘導していたのも気になる。それは定石でしょ？ヒヨちゃん視点だとつゆちゃんの言う通り、ユウシ君が狂人かな。つゆちゃんを信じて、おじさんを占います。狼じゃん。やはり日和が黒か。占い師さんはなったけど、占い師さんが狼だ。結局私は考えていた時から情報量が何一つ増えてないね。俺視点では間違いなく日和が狼。そしてガキが、ガキの占いによって狼が確定だ。だから、狂人がいなくて占い師さん一人が狼なんだと思う。私の視点だと占い結果だけだと、ユウシ君とヒヨちゃんの信用度はボブボブ。ただ、宣言の順番と占いの順番を考慮すると、宣言が早い方が強靭なのか？はい。そんなん聞いたことないけど、まあ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 。じゃあもうおじさんだわ。ごめんね、なんか連続でおじさんつっちゃうけど。はい。合ってる？ごめんね、なんか。ごめんね、なんかさっきと言ってること同じだけど。村人かい。おじさん、外れちゃうボケ。ってことは、さっきのはなんとかくん、ユウシくんが、本物の占いだったってこと？あれはマジで真剣に考える必要があるぞ。また母入ってる。これは2連続敗退ですね、これは。2回食われてますね、これは。いやー、難しいなぁ。配りますか、じゃあ、はい。こんな難しい。この人たちの言う通りに釣られてちゃダメだな。あ、いきなり？あれ、さっきと同じパターン。まず俺から宣言する。俺は占い師だよ。え、本当やった嬉しいな。あれ、これさっきと同じじゃん。あれ？もしくは狼かだ。飛び出すには早いタイミングだが。あ、違うわ。私は村人なんですけど、天学堂さん、魔導士だったりしませんか？悪いが俺も村人だ。魔導士を当てにした推理はできないだろうが、またさっきと同じパターンやねんかい。だとすると、俺と占い師さんの占い結果が重要になりそうだね。うん。誰を占うといいかな？考えられる盤面は、占い1、狂人1、狂人、占い、狼1、占い1、狂人1、村人1、もしくは狼1、占い師1、村人2個。はあ。天学堂さん、本当に村人ですか？何が言いたい？ユウシ君とヒヨちゃんの占い宣言は早かった。だから二人の中に狼はいないと思うか？二人の中に狼はいないと思う。そんなわけないやろ。じゃあ狂人ってことどっちか。だから占い師の片方は狂人。私知ってんだと天学堂さんが一番怪しいんです。その理屈はお前にも当てはまる。そうだわな、天笠さん。
例えば俺と占い師さんが天学堂さんと天笠さんをそれぞれ占うのは、ユウシ君の案だと勝てる確率は4分の1だと、ごめん、さっきから全然勝ててないんですよ。日和にしてはまともに考えてるんだな。ひどい。だがそれは日和の視点だ。俺の視点では別の情報が見える可能性がある。天笠は俺を疑っている。だから自称占い師どもは2人とも俺を占い。文句はないな、天笠。いいですよ。はい。せーの。ユウシ君が人狼つってて、人間つってる。ユウシ君が本物の占い師だった。私の意味通り、天狗堂さんが狼だよ。俺は自分が村人だと知っている。だから今ので確信した。これもう二分の一なんだよね。ガキ、お前が狼か。なんでだよ、俺の占いで間違いなく天狗堂さんが狼だよ。ああ。本当に狼だったら占い師二人に自分を占わせなどはしない。そうか？そうか？まあでも確かにそうかも。ってことは、ユウシ君が狂人だとしたら、どうなるっけ？俺が狼だったら一人ずつ別のやつを占わせるか、もしくは、占い師同士での占いを進めるだろう。このゲーム、ガキとアマガスの二人はやけに村人側に人狼がいる前提で発言している。それは宣言の順番を考えれば自然とそうなるでしょう。え、さっきと言ってること違くない？最初に出てきた方が狂人つってなかったっけ？じゃあ、お前たち二人は占い師側に狼がいることが分かっているからか。え、お前たち二人って誰のこと？誰のこと？そんな言いがかりで逃げられるわけないでしょ。宣言の順番とユウシ君の占いで、結果は明白。狼は天学堂さんはあなたです。いやーもうなんか、終始怪しい。はい。はい。なんかさ、ユウシ君が真っ先に出てて、ちょっと待って、ログ見よう。ユウシ君が宣言します。占い師です。自分は占いだよっていう。自分も占いで対抗が出てくる。はい。どっちか片方は狂人。人狼の可能性があるのは言わないのね。人狼だって占い師っていう可能性はあるけどね。でも、ね、狂人だったら占いムーブするかな？はい。もしくは、狼。飛び出すには早いタイミングだ。確かにね。確かに。ってことは、狂人かな？どっちか。狂人。はい。村人。魔導士だったりしないか。占い師さんの占い結果が重要になりそう。狼1、占い師1、狂人1、村人1。村2か。狂人ムーブだもんな、ユウシ君。だから、やっぱ、怪しいのは、スエちゃんかな。ごめんね、なんか。間違ってるかも。そんな、なんで私がこんな。村人かも。狂人かい、お前。ハズレじゃボケ。ヒヒヒヒャハ。狂人働かないんだな。この勝負俺たちの勝ちだ。え、全然当たんないんだけど。何これ見抜ける人いんの？え？もうちょっとわからん。全敗なんだけど、今んとこ。はい。早速だが俺は占い師だ。他に占い師を宣言する奴はいるか？いなさそう。おじさんが占い師なのは正しい。本物の占い師がわざと潜む可能性ってあるんだっけ？あるね、さっきみたいに。なくはないと思うよ。狼や狂人の占い師語りを期待してとか。ひよちゃんは魔導士。はあ。でもそこでやっちゃうと意味なくない？ああ、狂人がいないのか？狂人がいないこともあるんだな。私もその可能性を考えてた。狂人と狼が二人とも
占い宣言をするのは避けたいはず。特に今回は日和が魔導士を宣言している。はいはい。ここからどうしたらいいんだろう。ここまで占い師が出ないのなら私は、はい。いいんじゃないか。はいはい、いいんじゃないか。なるほどね。この調子だと3分の1か。もう少し情報が欲しい。確率的な話だと、ゆうし君が少し高いかもと思った。お前はいつもそうだもんな。お前はいつも他の人を怪しむもんな。待って待って。人狼が魔導士宣言することあるか？あるかも。はい。ゆうちゃんは最初のうちに魔導士宣言してるけど、一番しかない魔導士をあのタイミングで嘘宣言するかな？つーちゃん信じて、日和でなければ信じられたんだがな。ひどい、待ってよ。そもそも順番の話なら天笠さんも同じでしょ？村人は2枚あるから天笠さんの宣言のタイミングも矛盾する可能性はない。俺の宣言が遅いから怪しいっていうのはミスリードさせようとしているように見える。私の視点ってことで許してほしい。まあ、ちょっと、まあどっちでもいいから、占ったら、その、村人のどっちかをさ。ひよちゃんのこと占わないんだ。何の話と。ふっふっふ、というわけで、宣言します。魔導士ひよちゃんと仮の姿。ああ、ひよちゃんの正体は真の占い師だったんです。何言ってんのこいつ。おじさんが占い師宣言したから潜伏するために魔導士を宣言していました。潜伏するのはともかくなんで占い師さんは魔導士を宣言したの？おじさんに占われたくなかったからです。もしおじさんが、でも占われたくないのに魔導士宣言っておかしくない？ひよちゃんに偽占いで狼宣言したとすると、その後にひよちゃんが実は占い師だよって言っても信頼度はゼロになっちゃうでしょ。指摘された狼が慌てて嘘をついてるみたいになっちゃうもんね。おじさんかが狂人か狼か確定しない状態でそういう流れになると困っちゃう。ん？潜伏していたおじさんが誰を占うかどうか見るために、でも結局誰も占ってない。誰が狼なのかわからないんだと思う。おじさんは狂人なんじゃないかな。魔導士のひよちゃんを占ったらバレちゃう。だからひよちゃんのことは占えない。でも、ゆうし君とつゆちゃんもどっちが重要かわかんない。間違って狼に疑いの目を向けさせたら自分が負けちゃう。ここまで占ってないことこそがおじさんが狂人である証拠なのです。なるほどね。狂人か人狼かってこと？狂人なのかな？黙って聞いていればいい気になりやがって。そもそも今の状況は誰を占うのがいいか判断する材料がなかった。この状況で占っていないことこそが本当に占い師である証拠だろうよ。どっちも正しいことを言ってるように聞こえる。結局誰が狼なんだろう。ひよちゃんの読みでは、ゆうしくんか、つゆちゃんが狼。はあ。占い結果はゆうしくんが狼です。そんな俺は村人だよ。本物の占い師は天学堂さんの方だよ。天学堂さんの占いは？し、日和のペースに乗せられているのが、非常に腹立たしい。狼ではない。はあ。狼ではない。はあ。あなたが狼カードです。え？この人が占った結果、ここは白だったって言って、狂人で、人狼って分かった。自分がもし、本物の占いだったら、天学堂さんが本物の占いだとしたら、確かにあの状況で、ここを占おうと思わんよね。こっちかこっちどっちにしようって思うもんね。で、先に、こいつが、なんだ出てきたんて感じで、怪しい奴が出てきました。で、怪しい奴が、狂人っぽいやつ？人狼っぽいやつ？人狼の可能性がある奴が、ゆうしくんを黒だと言いました。だとしたら、おかしいな。こいつは狂人か人狼なわけでしょ。が、ここに黒出すってことは、で、ここに白出してんだね。普通だったら、ここに黒出すべきなんじゃないか。白出してんだよな。だとしたらやっぱ狂人なのか。窓屋さん狂人なのか。
で、占えなかった。共振か。ってことは、スエルさんが、人狼？狂人。でも彼が狂人だとしたら、こっちが本物になって、ユウシ君が黒になっちゃうんだよね。おかしいよね。人狼、彼が人狼だとしたら、ここにシロダス、ここが、そうだよね。シロダスならここが、人狼だったらこっちが本物でおかしいんだよ。狂人、本物、シーン。じゃあ、ここが黒って言ってんのは？いや、日和じゃないか。日和が狼じゃないか。違うよ、ひよちゃんじゃないよ。いや、まあ、ひよちゃんじゃないにしても怪しい行動取りすぎなんだよな。あー、やった。狼だった。わあ、大正解。狼はひよちゃんでした。次があればもっと頑張りたいな。この怪しい動きするのって大体狼なんかな。てめえらに次なんてねえんだよ。おお、やるじゃねえか。今の流れでよくわかったな。狂人なき盤面での狼はこのぐらい強引じゃなくちゃ。え、狂人なかったの？いや、配役見せてよ、配役。狂人なかったんだ。にしてもさすがに、いや、違うんですよ。マイマスターが認めるだけのことは違うんですよ。もう、3回ぐらい負けてるんですよ。だからお前は次も頑張ってくれよ。くっきゃ、きゃっはー。あ、見せてくれるんだ。村人、占い、村人、狼。なんかもうみんな怪しく見えちゃうんだよね。デスゲーム。日和。占い師日和。早く急がないと。あ、なんかすごい。物語見せられるんだ、こうやって。ごめんね、電車間違えちゃって。せっかく友達と遊ぶ約束をしてたのに、ひよちゃんったらうっかりさん。今日は友達と一緒に最近流行りのお店でショッピング。すごい、なんか、ファンシーな店来てんね。イケてる今時のお洋服を見たり、可愛いキュートなアクセを見たり。通信制の高校だったから最初は友達ができるか不安だったけど、そんな不安は杞憂だった。ひよちゃんの毎日はとても充実しています。わあ、うまそう。オレンジジュース。気の向くままにショッピングは楽しんで、その後はバエナカフェでおしゃべり。昨日見たドラマの話とか、今度出るアーティストの新曲とか、たわいもない話だけどとても楽しい。きっと今のひよちゃんはとても幸せ。こういう日々をこれからも大事にしたい。今もちゃんと楽しむことはきっと大事なことだから。オレンジジュースうまそう。え、何？何今の？仕様書見てみる。なんか増えた。日和ちゃん。通信制高校に通う高校生。休日は街に繰り出しショッピングやバイナスイーツを楽しんでいる。ディスゲームにおいては暴走列車。彼女の何を信用するべきかは非常に難しい。本当にやめてほしいよね、いろいろ。もういろいろもうやめてほしい。デスゲーム、死を伴うってゲームを題材としたジャンル。プレイヤー同士で命を奪い合ったり、敗北すると死亡するなどの設定を持つ。これを題材としたドラマをヒットするなど、現在も人気が高いジャンル。そうそう、デスゲームって見るとウキウキしちゃう。わかるよ。じゃあはい。続き行く？